い、どうもこんにちは、たかしです。はい、今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日はですよ、どれくらいいろいろなんか来るじゃん、いろいろいっぱい来すぎてもなんか助けてってなってるからちょっとそれをね、ちょっと話せればなと思いますんで、それで動画撮ります。いきましょう。はい、まあちょっと整理しよう、一旦整理しよう。いろいろ来すぎるから、まずちょっと待ってよ。まずクロコダイル、やべまずやべ。まあそれはまあちょっとまた多分動画撮ると思うんですけど、あとこれよ、スプリングキャンペーンで桜、何これ。要は30日からね、30日から要は桜バージョン。これナミとまあブルックだろうけど、でブルックさ、これ髪が桜なんだよね。え、な、多分これはあれシークレットキャラだから、今までと同様だったらそんなにまあ強くないけど、まあコレクションしたいみたいなキャラだと思うんだよね。だから飛んで、であとこれだよ、ロビン、水着ロビンって何、どういうこと。でこれも多分全員配布だからそんな強くないんじゃない。それかなんか全員それなりに強いのをくれるとかわかんないけど、まあ、チョッパーのブレインポイントはまあ全然いらないですごめんよチョッパー、ごめんよ。うん、でですよ、やっぱ個人的に熱いのが、でツイッターで先日ね公開されたんですけど、こちらです。バーン、これですよ、公式のね、あのトレクルのツイッターで、今日かな、先日って言ったけど今日だね、今日22日公開されましたよ。やばくない。いや、俺あのストロングワールドのポスターそこに貼ってて、ちょいちょい見てる絵がちょっとツイッターで流れてきて、えみたいなめっちゃ、え、マジかみたいな。いや、これいつ来んだろうね。いや、なんかやっぱり俺的にはスゴフェスとかで追加な気がすんだよね。4月とか5月、で多分あの1周年じゃん、5月で1周年だから、その時に来んのかな、それか4月に来るかは、ちょっとどっちで来るかはちょっと全く分かんないですけど、いやでもね、俺ね、ちょっと強いのが来てほしい、もうそう、完全に願望だけど、要は今さ、ギアサードとかさ、白ひげとかがないともうクリアできないとこあんじゃん。もう本当にアルティメイトひげとかあれさ、だって白ひげないと無理なんでしょ、現状らしいじゃん、調べたんだけど、白ひげがいないと今のところクリアパーティー他ないらしくて、いやだからそろそろ、だから本当に麦わらの一味で、その船長効果が例えば3倍とか 2.75 倍とかが出てきてほしい、個人的にはね。だってこのルフィさ、ギアセカンドもギアサードも使えるルフィじゃん。だからちょっと今までのルフィが強かったらすごい嬉しい。でですよ、ちょっと俺的に完全にちょっと熱い予想なんだけど、これ多分進化したら、あのストロングワールドのすごいかっこいいバズーカとかみんな持ってるやつに進化するんじゃない。それ熱くない？完全な個人的なあれですけど。まあ予想なんでね、あくまで。たまあそうかも。それはいいなぐらいで思ってもらえばいいんだけど。だったら超熱いよね。ルフィとかトールアックスでしょ、必殺技。うわぁ、いや、それ強くあってほしいな、強くあってほしいないや、それは熱いね。だと多分ここに映ってないゾロ、フランキー、ロビン、ウソップは次とかで来るのかな、ちょっとわかんないけど、おのおののもステータスも全くわかんない。多分この絵しかで、あの、情報ないから。何もわかんないけど。でもそれ熱いよね、その進化したら。いや、超熱いな。で、やっぱこれが来たからにはちょっと、本当に来てほしいのは四季。いや、四季決戦で来るんじゃない、そろそろ、もしかしたら。はい、まあそんな感じですよ。まあちょっとなんか予想でお話だけだったんですけど、いや、ちょっとこれ欲しいな、来たらマジで。はい、そんな感じでございました。今日も動画見ていただきありがとうございました。はい、またいろんな動画上げていくのでまた見てください。はい、それじゃあバイバイ、たかしでした。明日も頑張ろう、バイバイ。はい。で、僕ですね、LINE の公式アカウントができました。ありがとうございます。はい。一応この ID ね、こっち載せてくるので、それで検索していただくか、この動画の概要に、QR コードがわかるね、Twitter のアドレスとか貼っておくので、ぜひそっち見てみてください。はい。そんな感じでございました。今日もありがとう。またねー。また見てねー。バイバーイ。